クロヌチビ。皆さんこんにちは、クロヌくんです。今日はプロが考える生食パンを作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、今回のレシピはこちらになります。大きな特徴としては生クリームをたっぷりと使うところにあります。巷によくある高級生食パン店というものの生っていうのは、生クリームの生と生で食べても美味しいの生をかけているものと思われます。そのまま食べても美味しいように甘めの配合になっています。練乳を使っているのもポイントですね。そしてバターを多めに使っているのも一つの特徴と言えます。まず生クリームと牛乳の違いなんですけど、簡単に言うと乳脂肪の量が違います。およそになりますけど、牛乳の10倍近くは生クリームに乳脂肪分が入っています。なので似たような材料なんですけど、性質はかなり違ったものになっていきます。生クリームの効果としては、クラストがとても柔らかくなる特徴があり、乳脂肪のいい風味が加わります。滑らかでしっとりとした口どけになるので、そのまま食べて美味しい生食パンにはうってつけの素材ですね。生クリームを選ぶ際のポイントは2つあります。1つは動物性を使うことです。生クリームには動物性と植物性、そして合わせたコンパウンドの3種類が大きくあるんですけど、油脂として考えると動物性はバター、植物性はマーガリン、ショートニングを使うと同じことになります。 30% もの量を配合するので、やはり美味しい方を入れた方が仕上がりも間違いなく美味しくなります。ポイントのもう一つは乳脂肪の量になります。生クリームを配合してソフトで美味しいパンを作ろうと考えた場合は、最低でも乳脂肪が 20% 以上含まれている生クリームを使うようにしましょう。おすすめとしては乳脂肪 40% 以上の美味しい生クリームを使うのがいいんですけど、今回はスーパーなどで手軽に入る 35% を使用しています。乳脂肪の量によっては水分量が多少変わるんですけど、今回は 35% を基準に作っております。小麦粉は必ずふるいにかけてダマを取るのと空気を抱き込ませておきます。砂糖と塩もふるいにかけて大きな塊を潰しておいた方が使いやすいと思います。パンケースに液体を準備していきます。生クリームをすべて入れて水を200になるように調整します。最後に練乳をすべて加えて準備完了になります。測った粉とパンケースに移した液体を容器ごとそのまま冷蔵庫に30分ほど入れて冷やしていきます。冷蔵庫から出して10度まで下がっています。24度と夏場にしては涼しい、そんな1日の仕込みでした。冷やした粉を加えて、最後に常温に戻したバターを加えて準備は完了になります。ドライイーストをセットし、メニュー1番標準のコースでスタートさせます。あとはホームベーカリーに全てお任せで大丈夫です。ミキシングの様子を見ていきましょう。今回も何回かテストをしたんですけど、最終的に水分量が 80% に落ち着きました。 80% の水分量って結構多いんですけど、生クリームに含まれる固形分、乳脂肪やタンパク質があるので、実際にはそこまで水分量は多くないという感じです。生クリームを入れる割合としては最低で 5% ぐらい、多くて 30% ぐらいで効果があるかなと思います。 40%、50% と多く入れすぎると内層がネトネトしたパンになっちゃうんですよね。なのでだいたい今回の 32% ぐらい、これぐらいでちょうどいいかなと思います。
ブームはもう終わったんですけど、一時期高級食パン専門店っていうのがやたらといっぱい出てきた時期があったんですよね。誰でも簡単に開業できるというような感じで、まあ要はブランドで商売するっていう感じですよね。まあ変な名前をつけたりとか、まあ面白い紙袋に入れて話題性を呼んだりとか、まあそんな感じなんですよね。じゃあ肝心のパンの方はどうなのかというと、もちろん素人がオープンするということなんで、失敗が少ないように植物性の生クリームを使ったり、pH 調整剤なんか使ったりしてる、まあとんでもないパンを作ってる場合が多いです。そうなると味が美味しくないのは間違いないんで、だから砂糖をたっぷり使って甘さでごまかしてるというような、そんな何とも言えない高級食パンが、まあ、一時期流行ってたという感じですね。まあ、それを手土産に持っていくのはいかがなものかというのも、まあ、正直自分の中にはあったんで、まあ、自分で美味しい食パンを作ってあげた方がいいんじゃないかということで、今回そんなレシピを作ってみました。まあ、自分で作った方が安心安全、そして美味しいというのと、まあ、原価は全然安いです。人にもしあげるっていう、そういう場合でも、そこら辺で買ってきたよくわからない高級食パンより、自分で手間暇かけて作った高級生食パンの方が、まあ、確実に喜ばれるなというのはありますね。もちろん自分用としても、朝一番に焼きたてが食べられる。焼きたての生食パンってなかなか食べられないですよね。それができるのは家庭用で作るっていう最大のメリットかもしれませんね。はい、ということでミキシングが終わって、この揚げ温度は28度になりました。このまま発酵焼成に入っていきます。はい、そして焼き上がりになります。はい、いい感じにボリュームも出て、焼き色も綺麗な黄金色になりました。はい、全体がいい感じの黄金色に焼き上がってます。柔らかいですけど、骨格はしっかりしたいい感じのパンに仕上がりました。少し冷ましてからカットして断面を見てみます。はい、断面はこんな感じですね。生クリームが多い分少し詰まった感じになってますけど、十分しっとりと柔らかいパンに仕上がってます。はい、ということで今回はプロが考える生食パンを作ってみました。材料さえ揃えられれば簡単なパンなんで、ぜひ朝食に焼きたてを食べてみてください。これぞ至福の朝を迎える最高の食パンかなとも思います。ぜひお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。